閉まってるね。いつも通り鍵を壊して。先に言っておきますが、構造士は許可なく構造士に踏み入ると法令により脅しているわけではありません。助言です。中がどうなってるのかも分からずに入るの。先生、運気軍が救援の手を差し伸べた。その身なりラフがこんなことになるな。そうだよ、何か困りごとがあるなら言ってみて。将軍様が直接。構造士は今大変なことになってるんだ。本当だ、俺たちは本気で君たちを。だ何も、待ってるだけだよ。忠告だよ。死にたくない。木が暴走したんだ。誰かの盆栽が急に成長して市内で暴れ回ってる。構造士はからくりと無土壌栽培しか研究していないはずなのに。ダメだ、先生がまだ。講師先生は構造士の用心棒で。事故が起きた時先生は。だから僕はここで運気軍を待ってるんだ。なんでまた戻ったのかな。間に合わなかったんだ、緊急事態だったから。頭が真っ白だった。航路がやばいって。ああ、信じなくても構わないよ。じゃあこの玉先生を見つけたらどうか無事に。安心してくれ少年。僕たち行こう。もう喋る。木が暴走。きっと剣木だよね。でも彼の先生が言ってたっていう航路って一体何？性格によって剣木が蘇り、木の成長とともに新色も。よく見るとね。はっ。どんな隙も見逃さない。我に力を。我々は塔に嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。おやすみ。ついてないね。リュウ。殴ったね。逃がさない。この程度か。うちの出番。ポン。ランス戦闘準備セック。平気よ。殴ったね。我と共に戦え。俺が守る。ついてないね。リュウ。殴ったね。逃がさない。ランス戦闘準備。避けられない一戦。ポン。殴ったね。
構造士は幼稚だ。賊どもよ、さ、近づくな。それ以上話を聞いて、うちらは賊なんかじゃ。言い訳するな。どうせ通りかかっただけだの、不注意だの、門が開いていただのと言うんだろ。うちの出番。突然市内で異変が起き、誰の芝坂かと思いきや、賊の芝坂。さあ食らえ。警備が当てにならないなら、この思い知らせてやる。やり先に火を、炎の槍を断ち切れ。俺が守る。バキをいじめるな。避けられない一戦、我に力を。重傷じゃの。よいしょ。クーンガレガマ東華流行。よくも俺のか。だっておじちゃんが話を聞かないから、うちら助けに来たのに。ああ、俺の名を。まさかこの陽金家寺の手。結構単純な性格だね。実は慶元将軍と不元さんの依頼を受けて。お、将軍様の部下だったのか。ああでも力になれそうにない。構造士が来て弱い妖怪め。どんな術を使ったかといっても、このままというわけ。やっぱりだ。将軍様がお前らを手伝える方法はあるが、その代わり。見ろ、これは構造士がずっと弟子たちにこれを持ち出して調整しろと命じた。おく玉海門を見ただろ。この教官兵画は玉、確かに伝送距離が短く、エネル完全にダメっぽいね。あらら、構造士の職人。本来ならこれを使えばお前らを向こうに運べたが。よくぞ聞いてくれた。構造士の力を見せてやろう。あの妖怪が押し入ってきた時、これはコーチュール。もともとは運気軍の依頼。伝送距離が短く、そう、質量を保存で点火だ。
いいぞ、なかなかだ。死に教わっても努力。なんだ動点がく、もう大丈夫か。どうやら、よし、じゃあ早速共感映画で向こうに行くぞ。いい感じだ。見て、剣木の根っこが。あれは構造士の手法、増加航路だ。お前ら手を貸せ。力を合わせてあれを切り落とすぞ。航路をうがつ前にな。気をつけろ。何やら変化しているようだ。これは一体何の化け物なんだ。さすが神の技。思うがままに命を作り出すとは、この力、良きかな。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。せっ、あ、重傷じゃの。血を分けよ。適切な援助だった。まず剣木の目と航路を守っているようだ。代価を払ってもらう。我に力を。俺が守る。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。殴ったね。ランス戦闘準備。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。俺が守る。うちの出番。龍よいしょ。しかも足元から熱波が出てきたよ。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。避けられない一戦。我に力を。ランス戦闘準備。傷を負わせてもすぐに治る。ありえなくない。ここは一旦引くしかないな。ついてこい。まったく、もう道理で先週は豊穣の意味もの。天運、先週の長命酒ってみんなあんな感じなの？あの元禄はおそらく自分を守るために剣木が生み出したもの。根とつながってる。うぐぐ、あれがいる限りどこにも。いや、あれは治癒というよりも他の場所からエネルギーを補給しているようにも見える。そう、根本から問題を解決しないと。あのモンスターは剣木の付近を離れない。
確か将軍様の命令で探偵士に向かうんだったな。残念だな、あの妖怪のせいで構造士が一時封鎖することになったんだ。ついてないね。俺が守る。せっ、弱っておるの。逃がさない。代価を払ってもらう。はっ、うちの出番。ランス戦闘準備。よいしょ。避けられない一戦、我に力を。ついてないね。殴ったね。とりゃ我に力を。せっ、わしを逃がさない。重傷じゃの。よいしょ。一回の連中、我々が失ったものを全て取り戻す。そうだな、あっちへ行ってみないか。孔守先生、何かいい方法。うん、あの鹿が再生すると。孔守先生は後ろに隠れてたからよく見えた。俺はただの職人に過ぎない。先ほど楊先生が言ったように、鹿が自身を治すことができるの。ああ、教官兵衛に絡まっている根を。あ、確かに。あの根っこはそれっきり伸びなく。その上、まるで傷を負ったような反応だった。お前ら、ならば。俺の考えが合ってたみたいだぞ。これでいける。
俺が守る。トリア！避けられない一戦、我に力を。よいしょ。うちなかなかやるじゃん。ポン！ランス戦闘準備。代価を払ってもらう。我に力を。重傷じゃの。避けられない一戦。はっ！うちなかなかやるじゃん。ポン！俺が守る。重傷じゃの。トリア！逃がさない。代価を払ってもらう。うちなかなかやるじゃん。リュウ、直してやろうか。よいしょ。チャンスだ。我に力を。ジュトリア。補給は十分ね。ここにもまだ剣木の根っこ。待て、すぐに設置する。俺の推測だと、剣木の根は地中深くまで伸び、あらゆる場所、善は急げだ。これからすべきことは、さりげなく怖いこと言ったね、あんた。今後の意志を一視同時にな。お前ら、増加航路に絡みついている根が見えるか。本当によかった。もうお前らを阻む。我々は塔に嵐に踏み入った。守るべき者のために、敵を撃ち崩せ。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。たまには真面目。うちのとっておきを食らえ。速やかに作戦を調整しなきゃ。我に力を。ランス、直してやろうか。よいしょ。逃がさない。殴ったね。我に力を。重傷じゃの。
代価を払ってもらう。我に力を。我々は塔に嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。せっ、避けられない一戦。我に力を。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。うち、なかなかやるじゃん。うちのとっておきを食らえ。逃がさない。代価を払ってもらう。我に力を。俺が守る。ふっ。ああ、殴ったね。避けられない一戦。我に力を。逃がさない。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。殴ったね。見せてやろ、強炭の薬よ。適切な援助だった。守るべき者のために打ち崩せ。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。ポン。直してやろうか。よいしょ。代価を払ってもらう。我に力を。逃がさない。ついてないね。重傷じゃの。トリア。殴ったね。逃がさない。ランス戦闘準備。せっ。うちの出番。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。弱っておるの。よいしょ。我に力を。我々は塔に嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。俺が守る。この程度か。逃がさない。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。ついてないね。身を盗んだ。大きい桃だね。どんな味がするんだろう。なのか。なんてね、考えてみたらね。ランス戦闘準備。うちの出番。リュウ。直してやろうか。トリア。代価を払ってもらう。我に力を。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。殴ったね。仕分けよ。ありがとう。我に力を。
我々はとうに嵐に踏み入った。守るべきもののために打ち崩せ。俺が守る。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。避けられない一戦、我に力を。ランス戦闘準備。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。代価を払ってもらう。我に力を。俺が守る。はっ。直してやろうか。そりゃ。龍。逃がさない。殴ったね。避けられない一戦。我に力を。ランス戦闘術。重傷じゃの。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。たまには真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべきもののために打ち崩せ。我に力を。を払ってもらう。我に力を。直してやろうか。血を開けよ。助かった、ありがとう。避けられない一戦、我に力を。うちの出番。殴ったね。よいしょ。あるわけに。逃がさない。たまには真面目。うちのとっておきを食らえ。代価を払ってもらう。我に力を。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべきもののために打ち崩せ。見せてやろう、氷炭の薬よ。適切な援助だった。これせっ。ついてないね。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。うちの出番。俺が守る。ついてないね。龍。トリア。避けられない一戦。弱っておるの。よいしょ。あの鹿はもうダメみたいだよ。今のうちに一気にやっつけよう。逃がさない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。見せてやろ、氷炭の薬よ。適切な援助だった。うちの出番。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。トリア。我に力を。
我々はとうに嵐に踏み入った。守るべきもののために打ち崩せ。ランス、セラ、殴ったね。直してやろうか。助かった。避けられない。ありがとう。我に力を。血のとっておきを食らえ。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。剣木には摩訶不思議な力があると。あの鹿は普通の存在に見えたが、致命傷を負っても瞬時に回復していた。先秋人がなぜ死ぬことも滅ぶこともない造物だから、先秋は宇宙を流浪し、陽先生は洞察力があるな。残念ながら8000年前、薬の中には感づいて儒家の王の恩恵を拒んだ者もいた。だが一つの文明が本当に皮肉だ。先秋は北条の誘惑を受け入れたことを悔いて、殉主の童貞を手を貸してくれて本当に感謝する。お前らはこれから探偵誌へ行くんだったな。気をつけるんだぞ。俺はここでお前。Thank you.